ということで今回もやっていきたいと思います。はい、これで次は7回はい、7回へ向かう。毎回毎回絶対自分で入れようとするよね、最初。いわゆるお約束である。はい、7階グリーンフロア。何グリーンフロアって。もうさっきのね、キャッスルフロアやっけ、あれがもう全然今までと趣旨が違うというか、完璧に本当にお城やったやん。これ本当にこのホテルの中にありますかねみたいな回やったけど、グリーンフロア、森みたいな感じやったりするんかな。違う。あ、花や花や、かわいい。とりあえず植物がいっぱいの場所って感じっぽいね。おー。もうちょっと明るくしてくれたらなんかね、ファンシーな感じになるのに。それではお化け屋敷になりません。行こう行こう。到底、建物の中とは思えない場所を進んでいくと、扉が。誰に話しかけてるんだ。おー、なんかめっちゃ高いところまで吹き抜けって感じやけど、これ本当に7階部分だけ。え、もうすぐこのすぐそこにあるよ。目の前で取られていくんやろ、どうせ。あ、カラスが取っていきそうな感じ。ちょ、先に吸い込んどこう。先にお金に変えてしまっとこう。よしよしよし。え、これゲットできたやない。やったー。何？なんかジョウロが近づいてきた。え、なに引っ込んだけど。落とすなよ、おい。それではゲームになりません。おじいちゃん。え、さらにジャックと豆の木みたいな感じやね。ちょ。このホテル1階1階のなんか天井の位置めっちゃ高いよね。え、何？え、もうあれやん。あのエレベーターのボタンめっちゃ高いとこ行ってしまったやん。なにこれ、どうやって進んでいくん？あゆなには階段が見えないらしい。あ、うん、なに？え、階段あるんやけど。え、さっき目の前で伸びてい、あ、そういうこと。びっくりした。ホテル自体の階段か。これ、こっから渡っていけたりとか。しないんかーい。全然いけんかった。なに？もう水開けなくていいよ。おい？道ができたよ、道が。ほら。やったー。え？これ？あ、落ちた。あ、でもここに戻ってくるんや。なるほど。え、なにこれ、どうすればいいの？おー、すごい。全然いけんねやけど、怖。え、待って。これで。あ、なるほど。一発でいけってことか。ほいほいほい。これで。なにこれ。なにこの植物。これ、何これ。お、いっぱいお金が出てきたけど。お金のなる木ですね。よくわからねえ。ん、扉。あ、この植物に何かありそう。ハートや、ハート。やったね。じゃ、さっきね、よくわからんところでめっちゃ体力使ってしまったけん。ん、寝室。なんかベッドあるんやけど、この花は一体。あ、開ける。すごい綺麗。あれやね、電気の代わりになるね。よいしょー。ほら、いっぱい。明るいよ、明るいよ。あ、花びら取れるんや。花びらとか取ってしまう方がいいやん。めっちゃなんか景観を崩してしまいよる感が半端ない。え、ねえ、あ、なんかここにスイッチあるよね。え？え、そこなんかスイッチありません？気のせい？めっちゃお札出てきたけど。あー、この辺壊してったらいいわけ？壊すというか、この辺の植木鉢をどかしていって、
なにこれ。あ、開いた。え、中身お金やん。どんだけお金だよ。え、なにお金しかないの。いや、お金もいいんやけどさ、ごめん、枕壊した。ん、もうここ、これ以上ない。え、そんなことあります。でも別に、ん、これはなんか開けれるっぽい。よいしょ。あ、ここグイージで入っていくんや。じゃあのルイージ邪魔だな。よいしょ。なになになに、どこ行った、どこ行った。ん、上に出てきたよ。あ、なにこれ。ね、なんか出てきた、なんか出てきた。あ、宝石。なるほど、ここのエリアの宝石は花なんやね。かわいい。あ、それをゲットしたんや。じゃあルイージで。この部屋はもうこれだけかな。え、これだけなんかな、わからん。もうこの辺取ってったら、あ、扉が出てきた。これ扉よね。え、しまったー。なになになに、よいしょ。あ、普通にやっつけれるタイプの幽霊やね。いや、君一人だけ。あ、出てきた。さらに、あ、増える増える。何みんな花持っちゃって。ほら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 、せい。おいおい、ひゃ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 。いや、じゃなくてさ、この花を吸い込んでしまわんといかんわけやね。待って待って待って、花で居場所がわかる。待って、君いけるはず。よっしゃ、こい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 。待てよー。ちょ、待って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 。あー、くそ、ムカつくけんお前にするわ。ムカつくけんお前にするわ。はい、これで同時に。よっしゃー、いい感じ。そして次は君だ。やったー、吸い込めた。あれ、もう一匹はまだ、あ、そこにおるやん。普通におるやん。まだ体力ほぼ全部ある。よいしょー。はい、いい感じ。オッケー。あー、もうこの部屋の景観がめちゃくちゃ損なわれてしまった。はい、進んでいきますか。ん？なんかゲットした今。ここはなんかいかにも何かが埋もれてそうな場所やね。おお、君。やったね。黄金のネズミが。ほとんどお金かな。あ、ここも入っていけるっぽい。グーイージの出番や、グーイージの。ん？何君？ヘビ？ヘビを、あ、これ何？宝石じゃない？これ。これ絶対宝石やん。ほら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 。全然ゲットできんねんけど。あ、もしかしてこっから入って、ここから出てくるってこと？ちょっと待って、グーイージ、はい、来い。おー、気持ち悪い。下にもいっぱいありそうやね、なんか、お金が。よいしょ、よいしょ。ほら、絶対あれ、上に繋がっとるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。え、待って、え、これどう、これどうなったん？ああ、いけたわ。あ、こっから行くってことか。よいしょ。え、なに？え、なにこれ？こっから出てくるだけやん。上は？上にはどうやって行くの？この辺のなんか取っていけ、行ったらいいんかな。あ、あったあったあった。これか。これで上に。出てきたー！やったー！ 2 個目ゲット。イエーイ。やっぱ一個一個の階に宝石があるってことなんやね。さあ、用事も済んだことだし、この辺で次の場所へ行こうとしたところ、どうやって先に進んだらいいかわからず四苦八苦して調べまくった結果。ん？今なんかこの辺で出れるやん普通に。
どういうこと？多分こんなところで迷ったのはあなただけです。またおじいちゃん。え、今度はそれ育てるの？なになになに、敵になるとかそういう？え、いやー、ま、マジか、襲いかかってくる。え、こっち行き止まりなんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか全部、関係ないとこにぶつかって割れるんやけど。待って待って待って。これは、どうにかして進めということでは？これは？でもこれ、全然進めんくね。何事なの？あ、これで引っ張る。よいしょ。あれ、おじいちゃんどっか消えた。お、これは、これはぶつかってはいけないって言ったんだろうね。なんかこの辺にもいっぱいあるけど。ん？これなんかできそう。なんやろ。何をどうするんかはちょっといまいちは。これか？いや違うね。なんかめっちゃ光よることない？え、なんなんやろ。お、なんか飛んだ。何これ？え、これ何？なんだかよくわからないけど。あれ、なんか吸い込みが悪くなってきたような気がするな。ダイソンに買い替えた方がいいのでは？あ、それとりあえずこの辺の落ち葉を一旦取っておいて。あれ、ここ行き止まりってことはないよね。またどこかしらから入れる排水口みたいなところがある。痛い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 。なるほど、ぶつかってしまった。よしよしよし、オッケー。あ、これなんか端っこの部分。え、いけない？これ端っこ。ほらほらほら、いける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 。痛い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 。近づきすぎました。ちょっと待って、方向方向。これで。はい、引っ張った。何？どうなったん？なんかツタなくなったけど。え、でもツタがなくなったけんって別に何もないんやけど。どっからハート出てきたよ今。便器では？これはなんかもうちょっとで壊れそうやけど、壊れんのかな。壊れんのかな。なんかこれだけ光ってない？気のせい？気のせいか。あ、これもなんか引っ張れそう。ほら。で、先に進むために何をしたらいいかわからず、とりあえず壊せるものを壊してみたものの、結局行き詰まって困っていたところに。何？トゲトゲの根っこが邪魔で進めんようじゃの。根っこの元の部分はどうなっとるんじゃ？元から引っ張ってしまえば枯らせられそうじゃが、それにはまず元の部分をあらわにせんといかんの。あらわにせんといかん。でもこれ、この部分やろ？引っこ抜けないんすよ。やっぱこれで、これを下の便器の部分だけにぶつけるとかいう。OK。全然そこにピンポイントでぶつけれんのよね。なんかもっと別のところ、なに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 ？何引っ張ったの今？タオル？お、タオル引っ張ったけど別に何も起こらない。別に何もない。これとかも別にやろう。
根っこの部分ってやっぱりこの便器の中よね。びっくりした、何が出てきたのかと思ってやん。やめてよ、ずーっとしよったら引っこ抜けるとか。いや、んなわけなわけ。なんなんだ、もう全くわからないぞ。だってこれを使うとしかさ、思えんくないですか。あ、壊れた。持つ場所が違ったんかな。あ、あっちもなくなっ、ん、これか、あったわこれで引っこ抜ける。お、いけた、やったね。なんか綺麗さっぱりって感じだね、ここも。何？塞がれたんですけど。なんだ、おじいちゃんとは関係ない幽霊か。おお、なんか違う形のやつ出てきた。びっくりした。待て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 。よいしょー。イエイ。はよ出てこいよ。ん？お？そのあたり。はーい。待てよ、おい。吸い込めねえじゃねえか。はい、来たー。オッケー。え、なに、まだいるの。なに、でかい。あ、このでっかい赤いやつ、ちっこいやつしか見たことなかったけど、なにやってんのなにやってんのちょっと待って、目見えてないやん。ちょっと待って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 、その顔についてる葉っぱ取るから待って。はい、君、顔についてた葉っぱのせいで私のストロボが効いてなかったやん。いいよ、出てこいよ出てこいよ。てかでかいんやけんさ。お、そこか。あれやね、隠れてもさ鏡には映るんだね君ら。痛い、お尻ちゃんとして。よいしょ、よいしょ、イエーイ、ハートゲット。あ、やった、出れる。そして体力も満タン。よき。ふう、やっと進めれる。どこまであるんやろ、上。ん？またおじいちゃん？じゃ、またパイナップルやん。どんだけ育てるんや。あ、なんか2個に増えた。痛い！さっきよりも進むのが難しくなっとる。これ一番下まで戻される感じ、つら。待ってください、痛い。ちょ待って、これやばくない？怖い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 。ちょやめてよ。はい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 、引っこ抜く。ね、ハート落ちてったやろ、やめてや。あった、何？何？通れなくなったんだけど。あ、でも元からそこ、え、元繋がっとった？ちょっといまいち把握できてない。何あれ？なんかめっちゃくるくる渦巻いとる。とりあえずこっから行くしかないんかな。いかにもお化けが出てきそうな感じの。そういうゲームですから。よいしょ。お金はちゃんと回収していく。オッケーオッケーオッケー。で、ここは？特に何もないっすね。タンスとかには基本何もないんかな？なにこれ？草刈り機かなんか？え、なんなんやろ？おー、やば、破壊神になった私。やばくない？チェーンソーや、チェーンソー。おーおーおー。
ごい、ね、これがあったら100人できないような気がする。イエーイ、体力の回復。もうなんか何でもできるやんこれ。あ、これも破壊していくってことやね。イエーイ、これ扉すら破壊していくんじゃね。え、ちょっと待って、通れない。なんか出てきた。え、ちょ、待って、おい、これはグイージの出番か。よっしゃ、待ってろよルイージ。よいしょ、イエーイ。え、ちょっと待って、ルイージやられる。ふう、よし行こっか。なんかスイカがいっぱいあるよ。スイカや、スイカ。これは、ん？なんかさっき X ボタンのマークが。え？なんなんこれ。全然何もできんけど。あ、これくっつけて、引っ張る。特に何もないな。特に何もないな。あ、パーツ出てきた。いいよ。でも投げれるってことは何かしらあるんじゃないか。おっと、ネズミたち。おい、ちょ、君らほっといたらダメージ与えてくるけんな、こっちに。え、で、これもか。よいしょー。あ、これもしかしてあれか、グーイージもやらないといけないやつじゃない。ほら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 、よいしょー。なんかお化け出てきたんですけど。おい、待てよ。ちょっと待って。あ、普通のタイプのお化けですね。よいしょ。はい。はい。いいよ。何やってんの、ちょっと。今、君らスイカで攻撃し、あ、ちょっと待って、邪魔。スイカ超邪魔。ちょっと待って、君。どこ行くんだ、おい。よいしょー。いけるいけるいける。はい、まだか、まだ一匹いたか。待てよ、おい、よいしょ、てい、はい、オッケー。ふう、さあこれで出ていけるかな。7階はまだまだ続きます。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。